はい、神チューブの神の伊藤です。今回はこちらになりますね。ででーん。一番くじエヴァンゲリオンエヴァ初号機方向の A 賞のエヴァンゲリオン初号機フィギュア、こちらの方前回の僕のくじ引き動画の方でゲットしたこの初号機のフィギュアになるんですが、今回はこちらの方を開封して皆さんと一緒に見ていきたいと思いますね。もう画面いっぱいでもう箱の全貌がしっかりと映ってない状態にはなっているんですけども、かなり良さげな感じがするんですよね。もう僕もね、早く開封したくてもううずうずしていますんで、こちらの方を皆さんと一緒に開けていきたいと思いますね。そしてまずこの A 賞のこの初号機を開ける前にこちらですね、ででーん、 F 賞のタンブラー2つゲットしましたんで、こちら何が入っているのかわからないパッケージになっておりますんでね、種類の方は全部で7種類となっております。初号機、2号機、0号機、そして第13号機、8号機、マーク6、ブンダーとなってて、まあ僕がやっぱ欲しいのは、このブンダーもしくは、まあ初号機とかも欲しいんですけど、僕ね、8号機がね、機体の中では結構好きな機体になるんで、8号機も出たらいいな。まあ全部でもいいんですけどね。なんでね、とりあえずこちらの方開けてから初号機のレビューの方に行きたいと思います。まず一つ目開けていきましょう。さあもう爪でいっちゃいますね。よいしょ。さあ、なんでしょうか。おー、これは初号機じゃないですか。もうめちゃくちゃいいですね、これ。これね、洗面所に置いて、うがい用のコップとかにいいかもしんないですね。いいと思いますよ、これ。さあ、もう一ついきます。さあ、ブンダー、いいな、ブンダー欲しいな。さあ、いきます。せーの、よいしょ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 。お、マジっすか。出ましたよ。ブンダー、3A ブンダーって書いてありますね。うわ、これめちゃくちゃいいじゃないですか、これ。いや、これはね、どうしような、もったいないな。洗面所で初号機使って、まあ、ブンダーは、ブンダーのフィギュアとかと一緒に置いといてもいいかなと思いますね。とりあえずここに置いとこうと思います。初号機フィギュアの方を組み立てていきましたので、皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですけども、この腕のね、左右の腕ですね、これが組み立て用になってるんですが、結構ね、これ硬いんで、一回ギュッとつけたら外すのがね、なかなか厳しいかもしれません。なので、くっつけるときはね、もう本当に飾る覚悟でこれはくっつけた方がいいのかなと思いますね。大きさなんですけど、僕思ったよりもかなりでかいと思いました。めちゃくちゃ大きいんですよ。裏を見るとこんな感じになってるんですけど、サイズ感わかりますかね？すごく大きいです。とにかく大きいなと思いました。この色の方なんですけど、おそらくこれ夜間戦闘カラーをイメージしてるんじゃないのかなと思いますね。このグリーンの部分も少し濃いめで、紫の部分ですね。こういったところも、まあ一番初めのメガインパクトシリーズとかね、そういったので出た初号機と比べると、まあ暗めな紫色かなというイメージがありますね。初号機が振りかざしているもの、そうですよね。サキエルの肋骨部分となっておりますね。この肋骨部分をさっとこう振りかざしている感じ、しっかりとアニメを再現しているなと思いますね。煙の部分ですよね。こういったところもしっかりと造形されていますね。遠くから離れてみると、なんかサキエルがめちゃくちゃ可哀想な感じになってきますよね。そしてね、この顔なんですけど、正面から見ると結構ね、平べったい感じのイメージになっていますね。なのでこれを飾るんだったら、やはりこの斜め45度ぐらい、これぐらいで飾るのが一番ベストかなと思いますね。どうですかこれ。めちゃくちゃいいです。はっきり言って。このコアのクリアになってるところとか、この2つの顔とかもね、しっかりと再現されておりますよ。すごいな。このメガビネットシリーズ、今後ね、これは展開続けてほしいなと僕は素直に思いましたね。煙のね、この、まあ、造形というのは結構ね、ちょっとやぼったい感じっていうか、まあ、成型色一色っていう感じになってるんで、まあ、こういったところはね、リペイントできる方だったら、ぜひともこれリペイントしてほしいなと思いますね。それぐらいです。かっこ
いい、本当にかっこいい。そしてこの角なんですけど、この角もねしっかりとしているんで、まあよっぽどのことがない限り折れることはないんじゃないのかなと思いますね。素晴らしいと思います。これが一番くじの A 賞かっていう感じがしますね。いや本当これはねゲットしたらかなり満足できると思いますね。そしてメガビネットシリーズ、今回第1弾ということなんで、今後第2弾、第3弾とおそらく続いていくんじゃないのかなと思いますんで、これはね、ぜひとも皆さんもゲットして飾ってほしいと思いますね。はい、そんな感じで今回の動画を終わせていただきます。神チューブの神の伊藤でした。よろしければグッドボタンと仲良くなるためのおまじない、よろしくお願いします。